これから初めての台湾での歯医者行ってきます。間違って別の歯医者行っちゃいました。遅れちゃった。ダメだな俺。10分遅れでなんとか着きました。ダメだ、あかんな俺。いやあの後も本当は5回なのに8回行ったりして時間ロスして10分ぐらい遅れちゃったんですけども、歯医者行ってきて、まだ僕こっちの保険持ってないんで、もう全部自分の自己負担でやる場合は新台湾ドルで3500元ぐらいかかるって言われて、で日本円でだいたい1万6000円ぐらいなん で来月保険を申請するんですね。 ARC って言って居留ビザと居留証をゲットしたら国民健康保険みたいな制度がこっちにもあるんですけども、それに入ってから、まあ、3割負担ぐらいになるんで、で今日ちょっと見てもらった結果、まあ、そんなに急がなくてもいいっていうことなんで、ちょっと来月まで待ってまた歯の治療再度予約取ってこようかなと思います。で今日ちょっと行ったんですけども、すごいいい感じの病院でした。もし OK が出たらこの病院をちょっと YouTube で紹介しようかなと思ってます。はい、またそしたら、保険取れるまでちょっと我慢というか、痛くはないんですけども、ちょっと保険取るまで、待ちたいと思います。大家好，我是清水俊介。昨日の夜といってももう朝方4時ぐらいに歯磨いてて、歯のフロスを使ってる時に右の上のね銀歯が外れたんですよね。それで今日ちょっと急遽今から歯医者さん行ってきます。で本来なかなか予約取れないような歯医者さんなんですけども、たまたま本当に運よく、それで今からその歯をねつけてもらいに歯医者さんに行ってきたいと思います。はい、たった今行ってきました。今日ね本当にたまたまキャンセルが出て入れて、タイミングよくあの銀歯を入れてくることができました。で価格は、まあ、保険適用できない治療だったんで1000元かかったんで、まあ、日本円で言ったら4500円ぐらいなんかな。日本円で4600円かかりました。まあそんなにね高くなかったんで良かったです。そして何より今朝外れて今日つけれて本当に良かったです。まあ、これから海外留学考えている方は、まあ、なるべく先に保険入っておいた方がいいです。僕の場合はカードの保険があったんで、カード利用付帯と、まあ、持ってるだけの付帯されるカードがあるんですけども、その2つ、確か僕は JCB カード W とオリコカードじゃないな、もう一つちょっと名前忘れちゃったんですけど、そのカード持ってて、あの一応利用付帯じゃないやつ持ってるだけで適用されるのが確か90日ぐらいつくのを持ってって、それが外れた後に海外の保険入りました。でその海外の保険もちょっと今忘れちゃったんで、ちょっと後でここに書いておきます。今日行った歯医者は台北市のダンチューっていうところにあるハオメイ歯科クリニックっていうところなんですけども、ちょっとそれもあの病院の言っていいか聞いたら紹介していいですよって言われたんで、あと概要欄にもちょっと貼っておきます。で月水金が日本語対応してるみたいで、受付の方ももう日本語できますし、まあ、日本人の方もいらっしゃいますし、見てくださる先生もまあ日本語ペラペラですし、ちょっと中国語に自信ないなっていう方は、で台北に住んでる方いらっしゃいましたら、ぜひここの歯科クリニックおすすめですので、ぜひ行ってみてください。それではまた、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。フロスを抜くときは縦方向ではなく、このように横からスーッと抜くのがいいみたいです。あなたの歯がいつまでも健康でありますように。終わり。